今回ですね、今後の復興事業という方、特に財源の問題について、一昨日、県内の市町村長との意見交換をした結果を踏まえて、私の方からお話をしました。まずですね、地域間事業、それから原発事故由来の事業について、全額国庫負担となっている点、この点は評価をしております。一方で、その範囲がまだ現時点では明らかになっておりませんので、どういったものが含まれるのか、あるいは含まれないのかということを引き続き協議を続けてまいります。また、今の時点で27年度で終了となっている事業の中で、例えばですね、緊急雇用事業にかかるものであったり、いくつかのソフト事業がなくなるということになっておりますが、こういったものは重要なので、ぜひ形を変えてでも継続をしてほしいと。いうお話をいたしました。また公共事業の一部について地方負担という話が出ておりますが、これも各自治体の財政状況は厳しい中、これは困難なんだ、ぜひ国としてのしっかりとした財源確保をお願いをしたいというお話を申し上げたところでございます。自主避難者向けの住宅支援に関しては、はい、今日は何か出ましたでしょうか。今日はそういったお話はございませんでした。はい、知事としてのお考えも固まってるんでしょうか。今ですね、今日は復興事業の財源のあり方を議論しておりますので。